はい、神仏応援団龍です、今日もですね、いただいたご質問にお答えしていこうと思います。はい、ということでご質問にお答えしていこうと思うんですけども、今日ですね、ご質問をいただいてくれたのはですね、京都府にお住まいの優子さんからのご質問です。節分というね、節目の時がありますけども、この節分の時に、やったらいいようなことありますか、というようなご質問をいただきました。はい、ということで、節分なんですけども、まあ、やったらいいことっていうと、まずはですね、まあ、皆さんご存知の通り、こう豆まきですね。はい、でそもそもですね、あの豆がなぜこう投げられるようになったのかっていうと、豆っていうですね、文字がですね、魔を滅するっていう、そういう意味からですね、豆がこう投げられているというような、そういう、まあ、背景が、まあ、あるんですね。なので、まあ、魔が来ないようにですね、まあ、言ってみたら鬼ですかね、が来ないように豆をまくと、いうことを、まあ、昔からですね、こう日本でこうされてきているものなので、やったらいいことはやっぱり豆まきかなと、私個人的には思います。で、あとはですね、場所によっては鬼は外、福は内っていうのは基本だと思うんですけど、鬼も内、福も内っていうような、どちらもですね、内に来るというふうなことを言われる地方も、まあ、あるんですね。はい、でこれはですね、まあ、その背景ですね、豆まきの背景がその魔をですね、滅するっていうところから始まったというのもあるんですけども、もともとここに住んでる人がいて、外からですね、いや侵略してきて、これをもうどがしちゃったと。で勝った人がですね、この負けた人のことを鬼、見立ててこう入ってくるなと、やったかもしれないんですね。なので、まあ、これそういう背景があったと思うんであれば、やはりこの追い出した方かわいそうですから、こっちがですね、話をこいつらは鬼だというふうにもう作っちゃったわけなんで、そうじゃなくて鬼も落ち、福も落ちと、どちらも落ちでまとめましょう、統合しましょうというような、まあ、意図でですね、豆まきをするっていうのもいいかなと思います。なのでその単純にですね、こう鬼は外、福は内という、ね、掛け声がありますけども、この背景には何があるのかっていうのをですね、ちょっとまあ調べてみられて、あ、もしかしたらそういう背景かもしれないということであれば、鬼は内、福も内と、どっちも入れてと、あの仲良くしましょうというふうにやるのもいいのかなと。大切なのはこの巻くですね、ご自身がどういう意図でその豆を巻くかと、例えば、自分の中でのこの魔を、払うという意味で巻けばですね、まあ、その魔を払うことができると思いますし、いやそうじゃなくて、そういう歴史の中でそうなったんだったら、こう追い出された方がかわいそうだから全部うちに入れてあげましょうという意図で、鬼は内、福は内ってやれば、そういうふうな効果がまあ出るというふうに私はまあ感じます。なので大事なのは、その巻く人がどういう意図で巻くか、ここが一番大事ですね。なのでやったらいいことっていうのは、まあ極論ですね、まあ、自分で決められると思うんですね。こういう意図で、まあ、みんなが健康で幸せにいられますようにって言って、祈るっていうことでもいいと思いますし、まあ、その節目の時にですね、こうどういうものを自分から発信するのかっていうのが大事だと思いますので、やはりですね、自分が、うん、こうあってほしいと思うようなことをですね、こう願って、やられるのが一番節分の時に向いていることなんじゃないかなというふうに感じます。であと基本的にはですね、この昔から日本である風習ですね、七草がゆとか、まあ、いろいろありますけども、こういうものってやはりその世の中はですね、この真理をちゃんと掴んだ上で、ある、行事だと思うんですよね。なのでそのこの昔からの日本の行事を大切にしていくっていうのも非常に大切かなというふうに思います。こう時代が変わってですね、このなかなかこう若い世代には忘れ去られていってるような風習もあると思うんですよね。まあ、例えば今餅つきしましょうって言っても、もう実際お家でお餅ついてますっていうお宅ってもかなり減ってると思いますし、そういう、ね、ことからも、こう日本の昔からの風習をしっかりこう復活させるといいますか、そういうのがちょっと大切なんじゃないかなと思いますので、前巻きもですね、しっかり、やってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
そんなわけで神仏応援団リュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。